僕が一番やっぱゾッとしてて今でもすごい覚えてる体験で、でも、はい、そのたんびにトミーさんとか富永さんは不幸になります。なるほど。だから僕も本当に不幸な人生を今から歩もうと思ってます。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタクです。いや今日はちょっとすごいゲストの方来てくださってます。本当にちょっと名前がもしかしたら出てるかもしれないですけど、もうこの名前だけでいくともうヒントですね。もう大ヒントがここに出てます。だからもう富永愛さんなのかトミーなのかっていうこの今二択におそらく皆さん絞られてることでしょう。さあどちらでしょう。正解いきますよ。正解はこの方です。いや僕でしょ。ねえ僕でしょ。いやいや、まだギリギリまで。いやギリギリまで富永愛さんの可能性ないでしょ。画面の向こう側の方もああそっちか。いやその僕でしょ。っていうのはあったと思います。あったと思います。はい、水溜りボンドの富です。よろしくお願いいたします。富さんです。よろしくお願いします。いやーこれはちょっとびっくりですよね。ああまあまあ確かにそうですね。いやこのスタジオに、はい、本当カンタさんと富さんどっちが先に来るんだろうって、はいはい、誰もがまずカンタさんが来られるだろうと。確かにそうですね。もう意外とカンタさんは来ないんですね。そのカンタさんってちょっと猫みたいなとこあるじゃないですか。もうわかんないですけどあります。ニャーミがあって。ニャーミって言葉ありましたっけこのように。だからその僕カンタさんの気持ちが分かるんですよね。家にいたいっていう。ああまあそのこもりたいというか。はいはいはい。だからカンタさんを思うと、はい、いや僕じゃあ行きますよみたいな。そっち行きます。感じになるみたいな。はいはい。でトミーさんもなんかあんまり家から出られないイメージというか。まあそう確かに今結構家にいますね。ちょっと家から出ちゃいけない時にあれだと外出ちゃっていや反省してないみたいになる。そうですね。まあいろいろありまして、はい、タクさんのチャンネルの方々からしたらあんまストーリー性が見えないのかなと思うんで大丈夫かなと思いつつ。でも今回でお会いするの3回目ですもん。ね、確か3回そうです、はい、はいはいはい、1度目が食事誘っていただいて、はい、2杯飲み中華、あれは世にも奇妙な物語で、ないですけどね、ありますよ。あれもうなりますよそろそろ。なんないでしょ。秋の世にも奇妙な物語で出ますね、はい、2杯一気に黒キーソーダを頼んで2杯ずつ飲む男ただの酒飲みなだけですよ。ただの酒飲みでも1杯ずつスピードよくなんですよ、はい、普通、はい、2ずつ行くってもうほぼガンタンク。初めてお会いして食事行った時にちょっと持ってくるのが時間かかるお店だなということで2杯ずつ僕が頼んで飲んでただけですから、これ誤解されないように言っておきたいんですけど、2杯ずつ頼んで俺と一緒のペースで飲めよってことじゃないですかね。あ違います。僕が2杯ずつ飲んでたってだけで。そっちの方がまだ怖いですよね。なんか目的不明というか確かにどんどん2杯ずつ飲んでるんで話が面白すぎて聞きたい話がいっぱいあってあそういうことだったんですね、はい、それ聞きながらお酒進んじゃったってだけなんですけど。あそういうことですね、はい、すいません。であれが初めてで初めて1回目で2度目がトミーさんの料理のショートに出させていただきまして、はい、1回出ていただきましたね。そうなんですよ。その時僕ちょうど揚げパンにハマっててその時で、うん、次はちょっと唐揚げを僕は作りたいなと思って。いやぜひぜひ来てください。いや一番最初にお会いした時から僕言ってますね。そうですね。じゃああの時なんで唐揚げ作らなかったんだって話にはなりますけども、まあ本当に一番美味しい唐揚げがあって、はい、これをぜひはいはい、ちょっと食べていただきたくて。あの時多分中華に食いに行ったから多分その中華屋さんで見つけた揚げパンのあの料理っていうので多分それをね作っていただいたんですけど。多分そうですね。でもその料理めちゃくちゃ上手でめっちゃ好きじゃないですか、はい、インスタとかストーリーでもう結構いろんな食べ物を載せるじゃないですか。料理ばっかりですね。でもコンテンツは全然違うことやってますもんね。そうですね。だから完全にその好きでのままでいたいのが料理みたいなのはあるかもしれないですね。いや見づらくなっちゃうでしょこれやりたくないのかなみたいなでその趣味もあるってことですよね。疲れたなって時に動画撮ろうとはならないじゃないですか、はい、あま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 あ僕は疲れたなって時に料理じゃあ作ろうってなったりするんですよ、はいはい、もうグランメゾン東京のキムタクは追われた僕がはい、そのちょっと語尾上がりすぎましたけど、うん、僕そこじゃないとこ気になりましたけどね。語尾とかじゃなくてキムタク、まあ、そういう人もいるってことですよね。そういう息抜きで料理される方も結構世の中にいるんだなってことですよね。いや、いると思いますね。例えでキムタク出されちゃうとちょっとみんな納得したくないなってなっちゃう可能性がある。僕
とんでもない量を作るのが好きなんですよ。ああ、まあ、なんだか分かります、はいはい、いっぱい作っちゃうみたいなことですね。です1回で作る量が多い、はい、凄まじくて、はい、その被害者に僕の従業員は会ってます、ね、ある日突然スンドゥブチゲを作りたいって、はい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 、そのこのぐらいのスンドゥブチゲを作って食べようってなって、はい、本当に100人前くらいの量のスンドゥブチゲを炊き出しみたいな量のスンドゥブチゲを作ったんですね。でみんなで食べたりとか。いやそんなスタッフいないで、だからめっちゃ食ったんですよスンドゥブチゲ。彼が一番食べるんですけどそこの僕が作る唐揚げをちょっと食べてほしいですね。食べたいですね。そうなってくると次回すいませんありがとうございま す。ただもう今日はちょっと富永ということで、はい、だってずっとこの話の時に富永って出てなんですかマジで富永、まあ、富永なんですね本名が富永。富永にちょっとこのフォーカスして、はいはいはい、あとトミーさんのちょっとこの、はい、まあ、僕のチャンネル結構怖い話とかもやるので、はい、ちょっとそういうちょっとスピリチュアル系の話とか、まあそうですね、うん、トミーさんのもうそういうのがね以前食事行った時にあの結構好きだと。はい、そうですね。僕ダックさんのチャンネルを好きで見てたりしますね。やっぱりそれがめちゃくちゃ意外だったんですよ、うん、事件とか調べたり、うん、なんかそういうのが好きで、あの僕のチャンネルの方で地面師たちの話してると思うんですけど、はいはい、なんかそういうのも含めてなんか元となった事件とか、はいはいはい、そういうのに興味があったりして、それでやっぱ調べるとダックさんが一番見やすいというか、僕の中でそのなんか客観的な事実を軸に話しているところにどっちにも寄ってないというか、確かに思想というか、はい、ではないんですけど、なんかこう幻想とかその真偽わからないラインとのこう中和が一番見やすいなというかのがあって、すごい見てて、だから僕もそのトミーさんの良さをその動画からこう見たんですけど、この間の鳥パイタン、はい、鳥パイタン、あれはちょっとびっくりしましたね。え、なんうまそうと思って、あ、名古屋コーチン、名古屋コーチン使った鳥パイタン、はい、あれ名古屋コーチンってお肉硬くないんですか、はい、名古屋コーチンは多分、他の鶏肉よりもかなり締まってますよね。あ、ですよね、はいはい、なんか硬いみたいなイメージあったんですけど、はいはい、めちゃくちゃ煮込んですごい柔らかくしてるのと、まあ、じゃあ結構時間かけてますね。時間ソースでかけてますね。石のやつ飲みました。あの中華の中華料理の石、はいはい、いやあれ石行くとは思わなかったですね。いやあれ石行くんですよ石が入ってる中華料理があって、石を食材として、ね、炒めて舐めてみたいな、石出して石についた香辛料を舐める料理なんですよね中国にあるっていうちょっとわからないです、ね、ちょっとわかんないですね。難しいです、ね、食べてみたけどわかんなかったですね。わかんないですよ、ね、なので今日はちょっと料理の話は一旦抜きにして、あ、抜きにするんだ、抜きにしてもう一回しまし料理の話するのかと思った、めちゃくちゃしましたよ。あ、そうですね、一回抜きにするんですね入れた後に、2回目だったので、はい、じゃあ3回目はちょっと喋りたいなって、はい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 、やっぱありまして、はい、ちょっと僕のチャンネルでもちょっとなんかこうトミーさんの今まで怖かった経験とか、はい、もちろんです、いろいろお話していただきたいなと思うんですけど、はい、ただその前にやっぱ僕もちょっと聞きたいことがいくつかやっぱありまして、はいはい、あの僕のことをトミーさんが多分知っていただいたのって今から約もう6年も7年も前の話だと思うんですよ。そうですね、はいはいはい、一番最初に、はい、あの僕が多分トミーさんに対して送った動画というか、はい、投稿した動画って、はい、水溜りボンドさんそれ危険ですっていう、はいはい、たまたま取り上げたトピックが2日違いとかで動画が上がったんですよ ね、 そうですね。僕の方が2日間経った早かった、はい、だから冷静に考えたら動画って作って、まあ、そんな最短で上げれるものじゃないので、はい、もう本当たまたま上がる時期が被った時に、うん、水溜りボンドさんそれ危険ですよ、はい、僕が先ですから、はい、みたいな感じの動画を、俺が先、俺が先っていう、はい、当時だからそうですね、 こっちのスタジオに来てない時ですよ、まだ全然まだ福岡にいる時で、はいはいはい、だからあの時だったからこう言えたというか、まあまあそうですね、みたいな全然こう関係がなかったからね、ネット上のプロレスみたいな、そうです、はいはい、あれを最初に見た時に、はい、トミーさんはどう思ったのかなと。いやでも別にそれあれですよね、なんかあの失踪した YouTuber のやつのネタがかぶってみたいな、俺が先みたいなの で何回か取り上げていくうちにそうなっていったみたいな感じですね。そうです、もともとすごい有名だったって言われます、はい、あの事件の、はいはい、件が話題になっててみたいな感じですよね、うん、まあでも盛り上がるなと思います、ね、嬉しい。だからなんかその僕当時、まあ、イメージですけど、はい、僕がなんかそれに対してなんか言うってすごいこうキャラクター的に尖ってたん で、ね、なんかプロレスじゃなくてファン同士の喧嘩みたいになる可能性は、なるほど、だプロレスになんないなと思ったんですよ、ね、はいはいはい、チャンネルの規模もその当時違ったとかもあったりして、はい、なんかその僕が例えばじゃあなんか取り上げ方違うでしょとか、その先とかでも撮影日は同じでしょとか、はいはいはい、そういうとこでじゃあもう言ってなんかこうそれでこうやりと この可能性も全然あったと思うんですよね、はいはい、でも結局そう僕がやっちゃうってなんかすごい危ないこの空気感になりかねないなと思ってで結局それは
例えば相方との関わりになってったのかなみたいな、カンタがやった方がすごいマイルドに見えるし、多分組みやすかったと思うんですよね、はい、当時の僕とネット上でプロレスやったらなんかちょっとやりづらいと思うんですよね、当時めっちゃ怖かったっすもんねっていうイメージで、その関わってなかったりしたら、イメージというかもうイメージしてそのねイメージかイメージがねあれですイメージですから、もう常にこうなんか回してるイメージ、なんかそんなのありました、僕カーボーイみたいになんかちょっとその僕だと多分そうできならないんじゃないかなみたいなのはやっぱあったし、まあ僕らもそのに対してのこう組み方みたいなのをあんまり見えてなかったっていうのはありますよね、だからその僕はそんなに動いてなかったんですけど、で多分相方とがなんかそのリアクションしたのに対して、まあそれでそのノリができてったと思うんですよね、もうだから僕はそうこれでいいなと思ってたというか、あこう見守る形みたいな、で多分見守ってた方が結局立ち位置的にもそのいじりやすいのかなっていう、そうですね、なんかそのトゥミー君がとかいうのに対して何も言わない方がどっちにも転ばせれるのかなみたいな、だからそれでいうと僕が一番難しかったのはでその後とかに普通にこう自分の興味関心がその事件とかそのいろんな都市伝説とかの部分のちょっとこうリアリティのあるものになってった時に、まあ元々好きだったんですけど、タックさんのとこチャンネル見ると、はい、まあ普通にリスペクトが出るわけですよね。そのなんか福岡の絡んできてたただのインフルエンサーじゃなくて、ただ僕が見てるチャンネルの人になってって、これはもういよいよ僕がこの状態で普通に敬語で喋り、なんかその一緒にこうね多分なんか喋れて、はい、あの事件って実際ああ言ってましたけどどうなんですかとか、前ご飯行った時とか、この間テレビで別班あったじゃないですか、あれ日本で別班ってあるんですか、はい、とか、そのもう聞きたいこと山ほどあって、その話をするってなった時にもう見づらいってそう、僕はそのなんかカンタの相方としてカンタにタックさんがなんかこうね、はい、こう寄せるみたいなそのコントがある時に、僕がタックさんにリスペクターの一番見づらい、いや別に俺普通にタックさんのコンテンツ多分カンタよりも見ちゃってて普通にリスペクトがあるから、なんかそのこれ面白くなさすぎるなと思って、新しい起点がまあでもリスペクトは出ちゃうなっていう、僕がそのカンタさんのことをそういう好きであるっていうのはマジですから、はいはいはい、そこに関しては、はい、そこまた別件というか、まあ別件ね、はい、別班というか別件というか、別班じゃないくて普通に別件ですね別班について知りたい富永さん、はい、僕はそのカンタ君の件はもう別件、全然上手くないんですよそれはリスペクトある上で言いますけど、押し込んだかなと思った、押し込んでないです、ゴール前でぐちゃぐちゃぐちゃって入った感じありました今、まあ、ギリだいぶ弾かれてクリアされた感じしましたけど、ね、あ本当ですか、はい、もう鼻が高い鼻が高い鼻が高いです、今鼻高らかなんですね、いやそれは嬉しいなって思いますね、いいよかったですそれなら、いやちょっとそんな中です、はい、怖いことってやっぱあるあるあるんですなんて丸々ってみたいな怖いこともあるんでしょ、あめっちゃ風の下手ですねこんなここまでやり取り流暢だったのに、そんな中ですよ怖いことってまんまないぐちゃ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 ってなってでもそう怖い話というか、なんかその体験した話でなんか3つぐらいみたいなおっしゃってたんで、なんかまあいくつかまあその思い出して持ってきたんですけど、まあ YouTube でもちろん話したこともある話もあるんですけど、まあまず1個目は僕がその YouTube 始める前の話ですね、もう1個は YouTube をやってて活動しててもう動画の中で起きた話で、最後は、まあ、僕にいろいろあった時に自粛中の、はい、もう笑われました、いや笑ちょっとなんか照れでもないですけど、なんかもうごまかし笑いですね、うんうん、そのつなぎの笑い、つなぎのなんかその、つなぎの笑いです、そうですね、自粛中の話ですね、はい、本邦初公開じゃん、自粛中の話、まあ、自粛中そうですね、なかなか、まあ、自粛中バイトしてたとかは言ってるんですけど、あそうですよね、その中のなんかまあバイトの話じゃなくて、まあ、普通にその自粛してた時の話ですね、じゃまずいいですか、 YouTube 始める前の話なんですけど、はい、これどっかで話したこともあるんですけど、はい、僕が一番やっぱゾッとしてて今でもすごい覚えてる体験で、これがあってから僕あんまり一人でその趣味をするのが怖くなっちゃったっていうのは、はい
って、うん、結構なんかちょっと怖がりですよね。なんか怖いのめっちゃ怖がりなんですよ、みたいな。幽霊ちょっと怖いんですよ、幽霊怖いですね。でまあその幽霊とかも怖いんですけど、はい、初めてこういうタイプの怖さに出会ったなっていう。何ですかそれ。あの僕渓流釣りが好きなんですね。おお、はいはいはい、はい、で渓流釣りって、まあ、あの川釣りで、はい、その中でもこう山の中にあるその言ったらこう平坦なその辺に流れてる利根川とか江戸川とか、はい、そういう大きめの川っていうよりは山の中の急な斜面を流れてる、はい、その綺麗な川で釣りをするっていうのが渓流釣りなんですけど、はい、始まりのところですね。そうですね、はいはい、渓流と言われるところで釣りをする、はい、これって、まあ、どういう場所かっていうとその辺の大きい川とかって、まあはい、入りやすいじゃないですか。とかその、はい、すぐそこに川があってちゃんと駐車場とかもあったり、まあ、舗装されてる場所じゃないですか、はい、なんで、まあ、釣り場に行くの超簡単だと思うんですけど、はい、その渓流釣りって川にたどり着くまでが大変なんですよ。あ、ちょ結構険しいんですね。そうですね。なんかそのまずその道から川までが高低差があったり、ね、はい、まあ、道と川がすぐ離れてて、その道なき道をその川まで行かなきゃいけなかったりするわけですよ、はい、でそういうのって事前にチェックしていくんですか。これがチェックできないんですよ。え、そうなんですか。だいたいこの川には入渓ポイント、まあ、その川に入れるポイントがこの辺にあるみたいなのもあるんですけど、人と被ると釣れないんで、まあ、やったら川ってこう狭いんで渓流は、はい、その人とポイント被るともうそこの魚釣られちゃうんですよ、はい、いかに人が入ってないところに入るかとか。なるほど。じゃあちょっと秘境探しみたいな要素もあるんですね。みたいな要素もあるんですね。でもやっぱりみんなある程度入るその車止めやすいとか、あ、なるほど、この辺から結局みんな入ることが多いみたいな場所は、はい、その釣りをする人たちの足によって踏み固められて、獣道じゃないですけどその釣り師道みたいなのができるんですよ。あ、ここ誰か通った跡があるみたいな。でもういっぱいそこを通ることでちょっと道みたいになってるみたいなとこあるんですけど、ここをなんかたまに善意で管理してくれてる方もいらっしゃるんですよ。これ多分あの釣り券っていうのがあって、その多分その漁業組合にお金を払って釣りをしなきゃいけないんで、はいはい、その釣り券とか の, あのお金で管理してくださってる方もいらっしゃるのかなとか思うんですけど、最低限釣りやすいようにみたいな。でその時も僕おじいちゃんがねまだ生きてた時なんですけど、はい、おじいちゃんに釣りをできるとこまで送ってもらって、はい、そっから川に向かって歩くのは一人で行ってたんですよ、はいはいはい、でおじいちゃんが何時ぐらいに迎え来るからねっつって入ってったんですよ、はい、でその時おじいちゃんの携帯を借りて、はいはい、まあ、僕まだ中学生だったかな、はい、その携帯持ってなかったんで、はい、あのおじいちゃんの携帯借りて、おじいちゃんはおばあちゃんの携帯持って、はいはいはい、でじゃ あ, あのまた戻ってきたらあの電話するね、はいはい、ということで釣り行こうかなと思ってこうその車止めやすいところに止めて、僕がいろいろ準備して川に向かって入っていったんですよね。でそしたらやっぱ釣り潮の道もあるんですけど、はい、その道をですねあのおじさんが草刈りしてくれてたんですよ、はいはい、多分、まあ、夏でこう生、はいはい、い茂ってるけどみんなここから入るからってことで、はいはい、まあ、こう草刈りしてきれいにしてくださってて、はい、でだから子供が一人で釣り行くの珍しいのか、はい、なんか釣り行くのみたいな、はい、釣り行きますみたいな。だからここ行ったらそのどうすかね 2,300 メーターちょっとあるんですけど、はい、だからさ川あるからみたいな、そうですよねとか言って、今日誰か入ってますかみたいな、はい、今日は入ってないよみたいな、じゃあ釣れるかもね、はい、みたいな、ちょっとこう和気あいあいと話して、でそれが入渓ポイントというかその川に向かって入り口あたりでその話をした後に、そこからこう川に向かって、まあ、ちょっとこう下り坂をこう下って、ちょっと険しいところを下っていくと川が見えてきて、もう早く釣りたいんで、もうわーって行ってあの釣り竿をこう出して、でこう何ですかその糸をつないで針に餌つけて釣り始めるわけですよね。で斜面がこう急なんで、だんだんこう上に上がって釣りをしていくんですよ。おー、なるほど、下から上に向かって、そうですね、その下に行くより行くとその魚から見えちゃうんで、なるほど、この魚は全員こう上を向いてるんで、こう上りながら釣りをしていくんですよ、ね、はい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 。でこの釣りをするときになんかまあ注意しなきゃいけないポイントっていうのもおじいちゃんに何回か言われてるんですけど、はい、まあ、まずクマ、その、はい、野生動物、野生動物的なのはあると、はい、まあ、もう一つはその鉄砲水、あの水がバーって増えちゃって危ない、急にっていうのは、そういうのは気をつけた方がいいと、はい、それは言われてて、その2つは絶対気をつけた、はい、それからあの日没、はい、その暗くなるのが早いから、そう、そう、部外道とかの前が気をつけろよ。でもう一個、まあ、一応その言われてたのがあって、はい、これがなんかまああのやっぱ滝とかがあるんですね、はい、そういう渓流なんで、はいはいはい、
そうすると、まあ、人目につかないとかもあって、なるほど、自ら命を絶ってしまう方とかに遭遇することがあったりもするみたいな、はいはい、これは結構意外とその釣りをする方々の中では、まあ、たまにそういうの発見しちゃうとかもあるから、はいはい、海でも聞きますよね。あ、まあ、そうですね、はい、海釣りしてたら浮いててみたいな、まあ、それも川で山の中だとちょっとこうある話なんですよね、はいはいはい、まあ、それを一応聞いたことはあって、で、まあ、まあ その注意事項だけは守るようにしながらこう釣りしてたんですけど、さっき入ってない、その日そう 釣り人先入ってないって言ってたのに、釣りしてたら上に人いたんですよ。ら、まあ、人いんじゃんって思って、ちょっと怖いですね。そうですね、ちょっと怖いんですけど、うん、まあ、でもそういう人いて、あ、釣りしてんのかなみたいな、うわ先行者いるわ、はい、先行者いると釣れないんですよ。あ、しかも上にいる、上にいるって結局こうだから、ね、どんどんその人の後をやってることなんで、はい、もう抜かした方がいいなと、はい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 、抜かして先行っていいですかみたいな、うん、でこの辺やるって言われたらちょっと結構上行くんでとかにするしかないなと思って、とりあえずコミュニケーション取ろうと思って上がってったんですよ、うん、そしたらこの斜面になってるんで最初立ってるように見えたんですけど、うん、上がってったら浮いてたんですよ、うん、うわ怖い、はい、まあ、怖いと思う、なんかもう固まっちゃって、そうですよ、頭真っ白だよ、ね、もうどうしようみたいな、うん、でその時そこまで切り回ってたか分かんないけど、もちろん携帯の電波も谷底だと入んないんですよ、うん、で、まあ、戻ってからじゃないと電波つかないんで戻んなきゃいけない、絶対そう通報するとかしてももういろいろ考えながらもう動けなかったんですよ、うん、そしたらそのぶら下がってたご遺体というかが揺れてるわけですよね。で揺れてる角度的になんかこうタオル巻いてこうなってたんですけど、こっち側になったら人形だったんですよ。おお、何？人形というか、まあ、カカシみたいな人形でも、カカシって、まあ、人ではなかったってことですか。そうですね、でもカカシってこう下がこう棒とかになってるじゃないですか、だったら目視で分かったはずなんで、ちゃんと人型になってて、で、まあ、後ろ姿っぽい感じから思ったら、まあ、何も顔には何もないみたいななったんですよ。何用の何怖すぎてここでみたいな感じで、何が起きてんのみたいな、ただただそこに吊るされてると。でも、まあ、安堵もありつつ、まあ、人じゃなかった人形だ、でもなんかもうここで釣りをするようなテンションじゃないからもう急いで戻ろうと思って電波が入るとこまでとりあえず戻ろうと思ったんですよ。だからその車止めてたあたりから、まあ結構 200-300m 歩いてるんで、しかもそこからちょっと上に行ってるんで、まあ、まず戻ってこう車の止めてもらったところまで戻ろうと思ったら、めっちゃ近くにあのおじちゃんがいたんですよ。うわ怖え。話しかけてきた人ですね。す草刈りしてた、草刈りのとこから 300m ぐらい行かないと川になんないのに、めっちゃ近くにそのおじさんがいたんですよ。でもなんか、まあ、分かんなくて、僕もうなんか何が起きたかも分かんないし、別にその人に対しての感情はないけど、なんか良かったとか、そうです、人がいてって感じで、人がいて、はい、あーってなって、でもなんかその人のこう感じがなんかちょっと異様な感じな気がして、おーあーみたいな、はいはいはい、別に声にならない声みたいな、みたいな、みたいな感じだったんですよ、はい、そしたらその人が結構驚いてたね。うわ怖い言ってきたんですよ。いや、もう怖すぎて、だから僕の反応を見に来てたのかなとか、もう分かんないですけど、でももうその人が絶対じゃああの人形に何かしら関わってるってことですもんね、絶対。多分そうっすね。で結構驚いてたねってめっちゃニヤニヤしながら言ってて、はいみたいな感じで、そのもう引きつり笑いですけど、でもうなんとかこの道の方に行って、まあ、そこで電波入ったん でそのおじいちゃんに「ちょっとごめん早い時間なんだけどちょっと来て」って言って来てもらって、でまあ多分それも見てたのか分かんないですけど、まあ、その人が追っかけてくるとかはなかったんですけど、いやもう怖っ、人怖怖いですね。目的が分かんないっていうのがめっちゃ怖いですね。まあだから何の人だったか分かんないですけど、まあめっちゃ悪い考え方するとちょっとそのリアクションを見て楽しんでた人なんかな、まあ、そういう人もいますからね、実際に、うん、その驚かせたいタイプの、うんうん、驚かしてうわってなってる姿を見て、だから露出狂の人とかって、あ、まあそうですね、そのタイプの人とかいるじゃないですか、うんうん、その場所もまた怖いですしね、なんかこの孤立してるじゃないですか、ちょっと、うんうん、そこでその閉鎖空間というか、もうその世界にもう僕とその人しかいないというか、でやっぱそのリアクションを見てたとかいう発想がなかったんで、うん、やっと見つけた仲間に一瞬で裏切られた感覚というか、めちゃくちゃ僕の中では怖い体験としては。ちなみに釣れました？あ、釣れないでしょ、釣りしてないんだから。あ、一回もしないです、もう投げてさないじゃん。いやいや、厳密に言うとちょっとその人を 見つけるまではちょい前でやりましたけど、だから釣れてたらまだね、まあ、釣れてまあまあまあ釣れたからいいけどみたいな、まあまあそんなそこでプラスになんないですね。ガソリンがさってなりますね。あ、おじいちゃんもそのガソリン代分ぐらいはみたいな、僕漁師じゃないんで。ちなみに釣りは今は行かれてるんですか？
れてるんですか。いや、まあまあ時間があれですけど、行けたら行きたいなっていうので行きたい、見たいですけどね僕トミーさん釣り動画、釣り動画、釣り動画、そうですね、めっちゃ見たいですね。で今でもそれで言うとめちゃくちゃ野生動物が下に降りてきてるんですよね、人間の後に。そう、クマとか猿とかが、なんでもう普通に危なくなってきてもいるのかなっていうの。確かに前よりはそういう渓流とか人が入れたような場所でももう動物がいるみたいな、そうですね、差がないからっていう、だんだん下に降りてきてるみたいで。ありますよね。いやでもそうですね、それ一個僕の覚えてる幼少期というかの怖い経験、人怖ですね。じゃあ次が YouTube で、 YouTube でそうですね、初めてから、初めてからどれぐらいですか今始められて、どれぐらいですか。僕今9年丸々経ったのかなみたいな。9年丸々、そうですね。まあでも半年自粛したんで8年半ですね。あ、まあまあでもまあまあそれはいいですか、ね、いいですか。高める活動ではありますから、まあ、高めるというか、まあそうですね。でもその YouTube やって、人数を足すと相当な期間になります。ごめんなさい、そこにいた人たちの活動を人数かける半年でしょ。あ、え、違う、いや、あの僕だけで半年自粛したの。はい、ちょっとあの YouTube やってての話なんですけど、はいはい、まあでもたくさんのチャンネルだと、まあこの程度っていうのでもあるのかもしれないんですけど、あの動画に声が入っちゃうことあるじゃないですか。はい、あります。で、なんか何秒に声入ってるみたいなの、はいはい、で、まあたまに言われることだったりするじゃないですか、はい、ここ入ってますね、入ってます、声がみたいな、みたいな、あるじゃないですか。それに関連する話なんですけど、2016年なんで、まあ8年前ですかね、うん、結構前、結構前ですね、はい、にですね、あの自分家とかじゃなくて、まあ、YouTube さんが用意したその場所みたいなところで撮影できるみたいな機会があって、はいはい、まあ、光栄なことなんでちょっと撮影させていただいたんですけど、はい、その撮影した時に声が入ってるみたいな、うんって入ってるみたいな。でこれもなんかこう心霊っぽい動画なんですよ。あ、なるほど。だからコメント欄もそうなりやすかったのかなみたいな、はいはい、うんって声が入ってますよみたいなので結構溢れて、はいはい、もう取り上げざるを得ない量を来てたん で僕たちがそれを動画で聞くっていう動画を撮ったんですね、はいはい、それに、が、1ヶ月後ぐらいなのかな、うん、もうさすがに言われすぎてちょっと謎の声入ってたんでちょっと聞いてみますみたいな動画を撮ってるんですよね。それはその1ヶ月前の動画を見返す形で、はいはいはい、そしたらその動画にお前らなのかお前たちなのか、うん、もう一回声が入ったんですよ。ほう、見返す動画内に入ったんですよ。その声はうんと一緒なんですか。まだなん、これが一緒なんです。え、怖い色が、はい、え怖いじゃないですか。そうだからついてきちゃってんじゃないみたいな。はいはいはい、もうそうですね、1ヶ月の間ですもんね。で、まあ、さらに1ヶ月後に、はい、このうんっていうのが最初入ってた動画を見返した動画にさらに声入ってましたみたいな動画を撮って、はいはい、でしかもなんかその解析したらなんかその同じ声でお前たちじゃなくてお前来いって言って、あ、なるほど、はいはい、最初がうんで次がお前来い、はいはい、だったらしいですよね、はい、でしかも同じ声だったみたいな、お前やばい連れてきちゃってんじゃんみたいなのを2人で撮ったんですよ、はい、でその3本目の動画で最終的にそのお前たちじゃなくてお前来いだったから、はい、最後にまあ僕がなのかな、はい、確かまあ当時ちょっと尖ってたってのもあって、はい、全然怖くねえぜみたいな感じで、はい、お前来いに対してどこにだよって言ったんですよ。 ね、そしたら同じ声でここだよって入ってたんですよ。怖い、そのもう噛み合ってるっていう、でここだよ、会話してますもんね、会話になってて、もう取り上げんのやめようってなりました。あ、もう怖いから、怖いというか、まあ これ以上は良くないのかなみたいな、ね、まあ、視聴者さんからのその心配の声みたいなの増えちゃってて、あ、まあまあそれ以上こう心配させるのもっていうのはあったんですけど、そこからちょっとなんかこういうのってありえんのかなってちょっと思うようになってきちゃった。じゃあがっつりなんかそういうちょっと霊的な体験したのはそれが初めてというか。そうですね。いやでもないと思ってるんで、いやどこにだよって言ってたのにそれにここだよって入ってったんで。で、しかしどこだよって。いやどこだよって、ここだよ。だからどこだよって。いやここですよ。ここだっつってんだって。ここずっとこれ。いやいやいや、ずっと、まあ確かに一生埋めるコンテンツだけど。どこか分かんないですもんね。いやいやいや、まあでもそこなんじゃないですか。家に来ちゃったんじゃないですか。あ、なるほどなるほどなるほど。家についてきちゃって。お前来いっていうのは。うん、うん、なんかそのそういうことなのかなっていう。だからそれ以外に特にこう感じるなとかないんですか。でもその家はちょっとやっぱいろいろそういうまあラップ音なのかもしれないですけど、そういうのは多かったなっていう。なんか僕の持論なんですけど、はい、ツッコミがめちゃめちゃ大きい人っていうんですかね、はい、早い人とかって、はい、幽霊にも突っ込んでるから幽霊が離れていくと思ってるんですよ僕。え、どういうことですか。僕これちょっと俺も本邦初公開なんですけど、はいはい、僕ワンちゃんを飼ってましたね、はい、言ってないんですよこれ。え、この人ワンちゃん飼ってますよ
ちょっとみんな聞いて、こういうふうに言ってないですか？言ってないです。この人ワンちゃん飼ってます。いやめちゃくちゃ飼ってます。僕そこにいました、ワンちゃんが。ただ言ってないだけです。いやだからなんで。いやなんか別に言うまあいいか、ね、まあまあ確かに、はい、そうで初めて、なんか僕はそのどちらかというと会議派なんですよ、疑ってるんですよね、うん、でもなんか何もない空間をずっと吠え続けたりとか、まあ、これありますよね。普段全く吠えないの子なんですけど、うんうん、急に吠え始めたりとか、うんうん、そこを異常に怖がるってことがしょっちゅうあるんですよ、はいはい、でも僕が一言おいみたいな感じでこう突っ込むんだりとか、いやちょっとこれめっちゃ不謹慎ですけど、本当僕も怖がりなんですよ、はい、そういうの起きるとめっちゃ怖がるんですよ、何何ってなっちゃうんで、いやお前言ってたんですよ。それ一人ですからね、うんまあまあ、誰かの、うんね、亡くなった方に言ってるわけじゃないです、言ってるわけじゃないです、うん、そういうの概念に対して言ってるわけです。そう、概念に関して言ってます、はいはい、その通りです。珍しいですけどね。概念にツッコミをしてる人珍しいでしょ。なんだわーってみたいな、家賃払えとかこう言うと、いや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 、おかしいだろって、家賃払えやじゃあ。そうでもワンちゃんもみたいな、はいはい、何もなかった感じでふ、はい、ーってなるんですよ、はい、なんかやっぱそういうのいるのかなみたいな、そのツッコミというかその元気よく対応することがいいみたいな、嫌がるらしいんですよ幽霊って。あ、そうなんですね。霊感ある人は言いますね、生命力が強い方、うん、だから僕もやっぱ霊だとしたら、うん、2杯ずつお酒頼む人にはついていきたくないみたいな、うんまあそうすね、エネルギッシュな人、霊ってご飯食べれないじゃないですか、うん、あ、そうですね。だからなんか生命力が強い人にをすごい嫌うらしい。あ、そうなんですね。でも僕も怖がりなんで、家で一人の時とかに怖いタイミングってあるじゃないですか。あります、ね、そういうタイミングってそのやっぱワンちゃんが吠えてるとか、はいはい、なんかちょっと夜中トイレ行く時とか、はいはい、ちょっと怖いですよね。なんかそのちょっと家帰って、まあ、家の中真っ暗の時とかにつける電気つけた瞬間とかじゃないですか、はい、なんかすごい怖い瞬間の時は僕も確かにあんなに言ってましたけど突っ込んだりしてるなと思いました。今いるパターンはもう別に出尽くしたパターンだぞとか、そこにいたらもうつまらんけどなとか、とりあえず一人でやばいやばい、布団の中はなしだろとか、そういうな、その潰していくんです、潰すのパターンとして一回こう歯磨いてる時とかにこの鏡の棚を開けてしまった時に、はいはい、あ、やってしまったと思うんですよ、やっぱ、はいはい、こう戻したパターンいるのが一番じゃないですか、うん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 、だからそう思っちゃってるけど思ってない人の戻し方するんですよ。そうは気づいてないぞって、そうそうそうとかこう、うん、それ大事だ。僕は開けちゃったらだからそのいやこれで戻るパターンはもう見たことあるけどなしまいますよ、ね、そしたらもうめっちゃいてほしいで俺死ぬほどびっくりするなん、ね、でそれでいたらもうパクリだけどねとか言いますね。パクリってなんだその脅かし方パクリじゃんみたいな、どうやっぱその幽霊に対してそのパターンもうやっている人いますよってそ昔の僕ですよ、ね、俺が先ですよ、ね、俺が先ですよめちゃくちゃビビリやん。あ、でも確かに YouTube で実際それ起きると、うん、やっぱりそのねカンタさんといる時相方といる時っていうのはまあ怖いとかあんまないじゃないですか。あ、まあそうですね、人といると一人になる時ですよね、うん、問題は。そうですね、それはもう僕は結構今も心霊スポットとか行ってますけど、うん、やっぱりいつまで経っても怖いですね。あ、そうっすか。めっちゃ怖いですね。だから一回その寝てたらクローゼットからオルゴールの音と目が覚めて、で、あ、オルゴールの音だってすぐ気づいたんですよ。でもふと、うん、あれオルゴールなんか打ち合ったかなっていう怖っ。でちょうどその機材とかその撮影で使ったのが入ってる段ボールの箱だったんですよ、はい、だからまあその中に入ってたかなと思いながら、まあ、次また寝て起きた時にこう見たんですよ、はい、オルゴールなんか入ってなくて、まあ、そりゃそうですよね、機材じゃないですもんね、はい、やっぱりなくて、はい、でもそこにふと思い出した人形が入ってて、その高齢術で使った人形をお焚き上げスルスル言ってしてなかったやつがビニールに包まれて入ってたんですよ。なるほど、これだと思って、はい、え、これからオルゴール鳴ってんのって、だからもう一回閉めて置いてみたんですよね、はい、なんで、うん、まだ鳴ってるんですよ、うん、僕はどちらかというとその先に行きたくなっちゃうんですよ。うわ、やば、やっぱ一人になるときはやっぱりそういうのが起きるとめちゃくちゃビビりますね。まあそうですよね、やっぱり怖いですよね。怖いっすね。それは3つ目は、まあ炎上をしまして僕、はい、あの自粛して、ボールペンですよね。あ、ボールペンじゃないです、ボールペン電子レンジに入れて、あ、違う違う、それはまあまあそれも炎上なのかな、ブログで、あ、うん、あの、まあ、それの1億倍ぐらいの炎上してましてそっちですか。そっちでしょ。まあまあちょっと飲み会をして、まあはい、まあまあ全国的なニュースで、はい、まあ、僕それで、自粛をして反省させていただく期間っていうのあったんですよ、はい、で、まあ、これも先に言っときたいのは、はい、僕これをだからその何かがついてたから、はいはいはい、なんかこうなっちゃったんだって言いたいわけじゃない、ないないです、はいはい、本当にあれは僕が普通に悪くてああなったことなんですけど、はい、なんかこう周りの人からの勧めとかもあって、はい、ちょっとこう良くないことが起こり続けてって
った時期だったのかなっていう、まあまあ僕のファンの方とかだったら、まあ確かにあの時期良くないこと起きてたよねって、まあそれは僕のせいではあるんですけど、なんかちょっとなるほど見てもらった方がいいっていう意見を結構いただくようになって、でまあまあ僕からしたらさっき言ったように、まあこれをなんか例のせいにしたりするのって違うなと思ったんですけど、本当に撮影とかもしてないなんかの時に霊能力者だか占い師だかに、はい、あの撮影の依頼をかけてたりしたんですよ、はいはいはい、でそれ結構前なんですけど、はい、結局実現しなかったんですよ、はいはい、その撮影って、はいはい、その占い師だかその霊能力者の方から、はい、なんかマネージャーとそのやり取りしてたんですけど、はい、1年ぶりとか2年ぶりぐらいになぜか連絡が来てて、なんかあの炎上がある少し前にトミーさん本当にちょっとそういうの感じるので一回見てもらった方がいいですみたいな連絡が来てたらしいんですよ、はい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 、ちょっと危ない感じだったみたいな、まあ、そういうのっていうのも後から聞いて、はいはいはい、まあちょっとその見に行こうと思ったんですけど、なるほど、それこそその今思い返せばなんですけど、はい、結構有名なスポーツ選手の方とかからもちょっと本当に良くないって、うち、自分がこう頼んでる方とかが言ってるみたいな、えなんかこう霊的なものがついちゃってるんじゃないかみたいな、なるほどなるほど、で別に結構みんな YouTuber とかその芸能の方とかのあるあるだと思うんですけど、結構みんなそういうのでなんか詐欺っぽいのもあるじゃないですか、はいはいはい、だからなんかあんまそれをなんか言ってなんかそう思われるのも嫌だからあんま言えてなかったんだけどみたいな、あの炎上があったからちょっと言うけどみたいな、実はずっとあの自分のお世話になってるその霊媒師さんなのか、はい、そうがなんかずっと言っててみたいな、本当にどこ の、ね、あの神社とかお寺でもいいから一回どこ、まあ、どこかにそのなん行きなって勧誘してるわけじゃなくて どっか行ってきた方がいいみたいな、もうそういうこと言われて、めちゃくちゃ怖いですね、めっちゃ怖いじゃないですか、そんな言われると。で復帰の前ですかね、はい、直前かなに行ったんですよ、はい、でも僕からしたら一応行くぐらいの、まあまあそうですよね、うん、まあそう自分が悪いし、まあ、自分が悪いし普通に反省してバイトしてちゃんと見つめ直して生活を改めなきゃなっていう期間にやってたんで、最後に、まあ、まあまあ言われるから行こうかなと思って行ったんですよね。でまあそのとあるそのお寺に行って、まあそういうのが有名な、そういうのちゃんとこうあの除霊とかついてるものを取ってくれるとか、何どういうのがついてるのかみたいなのをお話ししてくださる方みたいなのに行ったんですよ。そしたらまあ結論ついてますと。おただ、はい、ちょっと一旦今説明を聞いてくださいと言われます。いやそのあの病名伝える時ですね。もうほぼ、いやそうですよね。それぐらい余命を伝えるみたいな。一旦聞いてくださいっていう。一旦聞いてください。はい、えどんなのがついてるんですか、はい、それはそして今もついてるんですか。はい、今もついてます。今も。はい、今もついてるじゃん、うん、もう復帰もに向けて動いてるのに嫌ですよ、ね、思うじゃないですか、うん、でなんかどういうその霊がついてるんですかっていう風な話を聞いたらですね、非常に強い守護霊がついてる。おー、守護霊、守護霊的なその守る、はい、本当本来いい、ほー、なるほど、霊がついてる、うん、ただ僕がそのだから大成功するっていう未来に向けて、その例は僕がなんか間違っていたこと方向に行こうとしたらそうならないように全力で戻そうとしちゃうみたいな。なるほどなるほど、だからトミーさんはそれが正しいと思って動いてるけど、それが僕のいつかの成功から考えた時に違うってなった時にめちゃくちゃ強い力で倒そうとしちゃうみたいな。はあ、どんな手を使ってもみたいな。でも、はい、そのたんびにトミーさんとか富永さんは不幸になります。なるほど、じゃあその守護霊が思う成功と導こうとする成功とあなたの考えが違うっていうことで、ね、タイミングが多々あって、はいはいはい、その度に不幸になります。はい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 、でこれは非常にいい例でもありつつ、なるほど、結果的に数で数えると不幸な人生かもしれないですね。最終的にはいいとこにこうたどり着けるかもしれないけども、うん、その合間がなんでこんなことがっていうこともあるよっていう感じですね。そうですね、なんかその成功を目指すのか、日々自由に楽しく長くなんかいろんなことにやりたいように活動したり生きたりするのがいいのか、どうしますか。うわ、何それ、めっちゃ難しくないですか。難しい、それ難しいですね。僕その信じてなくて言ってるんで、はいはい、もう信じる信じないの前にその信じた上で
すごい人生の分岐点 の, そのこの霊を取り払うかどうかみたいな確かになんか話を3億円もらったら今の会社辞めますかみたいな感じなんかこれどっちの方がいいのみたいな、なんかつけといた方が成功できるっぽい感じで言われてるけど、つけとくとその間違った時にめちゃくちゃ怒られるみたいな。そうですよね。どうしようね。どっちが幸せなんだろう俺の人生って。で決めたわけですね。決めたんですよ。で僕は、はい、つけといてください。だ僕ついてます僕いますから、これもうスタンディングオベーション。いやちょっとでもこれいまだにだから正解か分かんないんですよ。いや正解でしょ。でもやっぱ日々不幸なことあると、いやこれも違ったみたいな、なんか車壊れたりしたら、なんか車この車違ったってことみたいな。ただそれ故障でしょ。僕のなんか成功を考えたらこの車違ったってこととか、なんかクレジットカード不正利用されたりしたら、いや、ね、クレジットカードこれじゃなかったってことみたいな。でもだからその多分行動とか考え方の部分でってことですよね多分。まあそうですね。とかそのなんか違うことをなんかやったり、間違ったことというか、その自分の成功から考えて間違ったことをすると非常に強い力で正そうとしちゃうみたいな。だからこれがそういうのがついてない人との間だったら別に何も関係ないんですけど、向こう方にもついてたりする場合、非常に強い力で急な仲たがいとかがありえるみたいな、これ人対人も対物も全部みたいな、壊れるとか人とそのうまくいかないとかも何かが起きちゃうみたいな、だから僕も本当に不幸な人生を今から歩もうと思ってます。でもその変な話ですけど、その守護霊の方が思う行動というか正しいんですよそれがっていうもと、うん、考えて動けばそれはそれで絶対不幸にはならないんじゃないですか。まあ、まあ本来はそうなんですけど、違うってなってみたいな、でそのでも普通に誰と関わるとか、うんうん、どういう生き方をするっていうところでもやっぱ強い力を働かしちゃうみたいなのが言われて、僕、まあ、その信じてなかったんですけど、まあ、確かに結構そうかもなって思う時が多かったんで、まあ、最後のは怖いというか、まあなんか僕の中でその霊とか信じてなかったけど、究極の二択じゃないけど、それこそ取るなら結構ちゃんと取んなきゃいけないし、取らないだったら安全祈願とか、はいはい、そう健康祈願とかはするけど、そのめっちゃこう除霊みたいなのは今日はしないんだ。でもそうですね、よくいや取りませんって選んだってことは、はい、すごい喜んでますよね今も。もしその守護霊の方がいたとしたら、はい、おおって素晴らしいって、もしあの剣がなかったとしてですよ、はい、それ言われてたら取れやってなってました。なんでそんな、取れよって言ってたかもですね。もう取れぞ早く早く今取れ今って言ってたかもですね。もういらない別に一人で成功できるわって言ってたかもですね。それはあったかもです。実際ですか、うん、その取ら自分取られる未来をもし守護霊の方分かってたとしたら、うん、あれ起きて取られないっていう選択まで持っていったみたいな考え方もできますよね。分かんないですけど、そうですね、はい、守護霊って役目はでもそれが実際というか、うんうん、の嫌なものを寄せ付けない、うん、嫌な場所に近寄らせないっていうのは守護霊の役目というんですよ、はいはいはい、だから守護霊を勘違いしてたというか、なんかそのハリーポッターの世界の守護霊だと思ってたんですけど、いるかもしれないのに、あ、まあ、こんなこと言うのも怖いけど、めっちゃ怖い、めっちゃ過保護な親みたいなことですよみたいな話があって、まあそれが守護霊なのかというか、なんか敵が現れたらその敵を代わりにやっつけてくれるみたいな考えだったんですけど、全然そういうことではない、守護霊的なそのついてるものは守るためにその道から外してくるみたいな、はい、あでも変わったのかもしれないですね。守護霊が変わるらしいんですよ、これ僕もその変わった一人なんですけど、もともとギャルがついてたらしくて、僕すごくめっちゃいいじゃないですか。だから僕甘いの大好きだった、はい、紅茶かでとかもう毎日飲むみたいな、はいはい、でもうそういうのでなんか女性っぽいなっていうのはあったんですよちょっと、その感覚が、それを言ってないのになんかそのすごいギャルがついてますと、はい、だからすごいギャルにモテますと、言われてみたら確かにって、でも、うん、ある日を境にギャルから全くモテない、最悪っすね、なんだこれ、はい、でそれはまた別の方が守護霊見た時にその話をしたんですよ、はい、たらあの変わってると、ただ今同じようにものすごい強力な
のがついてるから、あらゆるも弾くからよ、いいものも悪いものもうるせえって感じのがついてるから、ちょっと言葉遣いに気をつけた方がいいって今言われて、なるほどなるほど、もう自分が正しいって思ったものが正しいから、この人も全部をこう弾いて自分の力でこれ突っ込めると、だからその周りがあんまりついてこないとか、と信頼と信用とかこの周りの身近な人のがあんまり得られないからね、その言葉遣いにはすごい気をつけてほしいって言われてて、本当に今その通りになってて、気をつけてるんですね、じゃあみたいな。そうです、だからもしかしたらそのどっかで人がトミーさんはこの入れ替わったというか、まあまあまあ、もしかしたら前みたいなのがいたらダメだってなって違う人がついたとか、確かに可能性はありますよね。だから本当に信じなかったんですけど、だから結局同じ状態でいるっていう、そのなんかついてますよって、だからそのアラート出してくれた人たちがいるんですけど、結局一応ね、安全機関とかそういうのとかはとか、なんかその心霊スポットに行った時とかに、まあ、邪気っていうんですか、なんかそういうのとかはなんかこうやりますけど、それを取るということはしないっていう、これマジで誰にも言ってないし、なんかこれを言うとなんか信じてるみたいになるのもちょっとむずいなと思って、あんま言ってなかったんですけど、でもそのアスリートの方から連絡来たって言われてたじゃないですか、はい、そういう方ほどめっちゃ信じてる人多いじゃないですか。まあ多いですね、はい、なんかあれちょっと不思議ですよね、なんか専属の人がついてたりもするじゃないですか、しますね、はい、で僕もそういう方は何か知ってるんですけど、やっぱりドンピシャで何かそのタイミングで連絡してきたりっていう人はやっぱいるんですよ。いますよね。で、あ、この連絡そうだったってやっぱ思いました、その時。気をつけてくださいとか、気をつけてくださいって言ったらその日にそういうちょっとややこしい揉め事が起きたりとか、しかも本当年に一度あるかないかぐらいのことが起きたりやっぱりするので、僕はなんかそういう人間が対人間に思う第六感みたいな予感とかはすごく信じるようにしてますね、まあ、だからその集合霊とかそういう概念は一旦あるかないかは置いといて、確かにそういう何かを発してる状態っていうのは存在するかもしれないですよね、気というか。そうですね、ありますよね。それを敏感な方が見ると霊に見えるとか、人の形に見えるみたいな、形とかもやとか。そうそうそう、それこそ竹脇さんの時ね、黒い影がみたいな話もありましたけど、まあ、そういうのですよね多分みたいな。どうなんですか、これ変わってないってことは、まあ、もしかしたらもう一度あるかもしれないと。いや、まあそうですね、まあ、僕が大怒られする可能性は、なんかそういうことで、はい、まあ、だから僕が間違った動きをしたらとんでもない怒られ方をして不幸になる可能性があります。そうですよね、はい、あ、でもそれは結果そのトミーさんの幸せを願った上での、いや、だからその場合はそのさっき入れ替わるって話だったじゃないですか、はい、だからもう僕が取らないっていう選択をした時点で、いや本当にもう入れ替わるとかなしだからなって思いますけどね。そのこのなんか成功のためにすごい俺いっぱいいろんなそのクレジットカード不正利用されて車動かなくなって、ね、ぐん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 、ちょっとじゃあ変わりますねだと、おい成功を受け取っていませんってなっちゃうんで、その絶対にその対価はもらわないと、クレジットカード不正利用されて車動かなくなってるからっていうのはありますね。その全然見てればもう変わってる可能性もありますけど、なんか僕もう変わったらクレジットカードのお金返してください。あるタイミングで、はい、トビーさん変わったなって思ったタイミングがあったんですよ。あ、本当ですか。ありましたありました。僕あのトビーさんがコメント欄に反応してこういうコメントがあったんですけどっつって説明をしだした頃から、トミーさん変わったなって思います。トミーさんってそういうのにあんまり反応しないイメージというか、まあ、そう思う人もいるんじゃないで終わらせるというか、ただ自分がそうじゃないんだよってこう思うようなこととか、あ、ちゃんと説明したいなって思うことに対して、なんかそのショート動画ですけどね、こう返信するようになったタイミングで、僕なんかトミーさんがトミーさんじゃなくなったタイミング、トミナガは富永ではない。僕が変わっちゃったんですか。ごめんなさい、え、守護霊残しの富永代わりあります。富永の方が変わったんですかの可能性を、最悪なの、あらゆる可能性を考えた、あ、考えた場合、はい、そうですね、守護霊が変わる可能性あったら僕が変わる、あります、あります、こっちがってあります。あります。やだな。どうなんですか、そのやっぱ近しい人からなんかちょっとそういうとこ変わったねみたいに言われることってないですか。あ、今でもまあ今大きい転機はあったんで、やっぱりその変わったよねっていうのはもちろんいっぱい言われることではあるし、まあその何か失ってきたことって、まあ言ったら確かにどう考えても成功と真逆のことをやってきるからそうなってきたことでみたいな、だからちょっと自分の中でそれこそちゃんとしなきゃいけない部分していこうかなって思ってはいますよね。それで言うと、じゃあちょっとそんなトミーさんのことをちょっと僕は分かってしまったんですけど、はい、トミーさんは運命が決まるとかいうのがすごく怖い方なんだなって聞いて思ったんですが、はい、そんなトミーさんにちょっと素晴らしい言葉を一つ、ちょっと心が楽になると思います、はい、あの占いとか守護霊とか幽霊って僕は存在してると思うんです、はい、でもそういった人たちが導ける場所って 75% の確率でしかないらしいんですよ。
なるほどなるほど。どんな不幸なことも 75% らしいんです、もう決まってても、はい、そのあと 25% は何かさ人間力らしいんですよね、うん、で切り抜くらしいんですよ、はいはい、思ってた裏じゃないですけど、トトミさんがちょっと怖い部分もあるけども自分のその力で乗り切るっていう気持ちがあれば、うん、そうっすよね、怖いものなんかないんじゃないか、だからしっかりやればってことですよね。だから 75% らしいですよ本当に。結構高えな75% はそうなんですね75% で怒る、え、でいると思ってるんですか。まあいると思いますね。いや僕はまだ、まあ、信じてなくはないですけど、ないとは思いたいなっていう、だからその正体が僕はその俗に言うような攻撃してくれる霊とかではなく、うん、悪い存在ではないと思ってます。その脳の、例えば脳がそう見せてる意思幻覚の可能性もあるじゃないですか。そうですね、そういった意味での霊っていうんですか、ね、うんうんうん、霊的な力っていうのはあると思いますね、うんうん、それこそだって人間のね 90% ぐらいはほぼ発揮されてない能力もありますもんね、はいはい、だからそこで何かを感じ取るものが霊だったみたいなことですよね。科学になっていくんじゃないですか、うんうん、っていうところなんで、はい、最後のやつは怖いというよりは、その炎上の時の自粛中に言われた僕についている霊の正体ですいや怖いですね。しかもそれ取らなかったっていう、もう僕もいかれてんなとは思ったんですけど、いやなんかそこがまたいいっすね。でなんかカンタさんは撮ってそうですもんね。撮るよ、え、撮って撮って撮る前に動画も撮ってどっちみたいな、なんか撮る前に撮って今来いって言いそうですね。分かんないですけど声言いますね。いやというわけで、はい、今回トミーさんいろいろお話ししていただきました、はい、一応楽しかったですね。ありがとう。いや怖いのたくさんでした。トミーさんの個人チャンネルのトミーラジオの企画ですよね。まあそう、トミーラジオ、まあそうですね、ラジオ書いてますよ、トミーラジオ、まあ、でもいやいいんですよ、別にあんまトミーラジオの企画って感じじゃなかったですけどね。トミーラジオ、トミーラジオでしたの方ではトミーさんが激ハマりしてる地面師のなんか土地にまつわるような話とか、はい、たくさんしてますんで、はい、よかったらそっちの方ぜひチェックしてみてください、はい、見てください、はい、またちょっと次唐揚げを作るに僕行きます。そうですね、まあまあまあ、マジで行きますからね。はい、行くよマジではい、ぜひぜひ。変なこと言っちゃいました変なこと言っちゃいましたけどじゃないんですよ、はい、動画に入り込んじゃった声かと思いましたどこにだよって、ここだよって言うのかと思いましたあいつ、はい、そんな言ってたら今日も入ってるかもしれないですよてか俺だよっつって、誰が怖い、守護霊ずっと、てか俺だよ、あー怖っ最後急にめっちゃゾッとするわ、どいたって言われてそのもう話してんのが怖いですもん僕。喜んでますよ絶対、喜んでます、失敗しろいいぞいいぞってなんで売れたいんですか。亡くなった後に見えてる自分のこと見える人なんかあったら飛びつくなって思うんですよ。ああ確かに、え、見えんのいいじゃんって、聞いて聞いてやだ、じゃあ 俺のこと見えんの見えたくないですけど絶対に、というわけで以上今日のタッグTVでした。ありがとうございました。ありがとうございました。